昨日、名古屋市の鶴舞公園南側にグランドオープンしたステーション AI。 これまでにないアイデアや最先端の技術で成長を目指す比較的新しい企業、スタートアップを支援する日本最大規模の拠点です。愛知県が総工費およそ156億円をかけて整備した地上7階、延べ面積2万3000平方メートルの建物内におよそ500社のスタートアップ企業が参加します。このステーション AI をですね、これを、まさに日本そしてアジアのハブとしてね、どんどん世界に向かってね、打って出ていきたいなと。一体どんな新技術が集まっているのでしょうか。こちらです。どうぞお入りください。いや、ちょっと仕事してるみたいですけども、はい、こちらのドローンメーカー、ドローンを使って離島へ医療物資を運ぶ実証実験などを行っています。近年力を入れているのが防災用のドローンでございます。で、まあ、これの特徴はまずここに投光器がついています。夜間ですね。それからここの下にはこれはカメラがついていまして、これも光学カメラと赤外線と両方ついております。9月地震からの復興半ばの能登半島を襲った豪雨では、こちらのドローンが現地を飛び被害状況の確認などを行いました。災害時に役立つ、上空を飛んでどこの道が今いわゆる土砂崩れで埋まっているのか、そういったことを、まあ、最初にまず見るのがドローンと。ステーション AI 内に設けられた新オフィスでは4人が働きます。それぞれのフロアはスロープでつながり、区切りが少なく、他の入居企業との新たな交流が期待できるといいます。エンジニアの人とかと偶然出会ってアドバイスとかもらえたりとか、その上でまあなんかビジネスもにもつながったらより良いなと思ってます。わざわざ会社に電話をしてとかっていうのはハードルが高いんですけど、まあ、ここでフラットでやったりすると聞きやすかったりするのかなというのはあります。この企業が契約しているスペースは1ヶ月あたり1人につき7万円近くかかりますが、スタートアップには非常に重い金額ですけれども、それでもやはりここに席を持つ、部屋を持つっていうのの重要性みたいなことをですね、ものすごい感じて、決断をしました。外に開いた扉のようなステーション AI では外の人たちとどんどん知り合う、ものすごい大きな、まあ、破壊的イノベーションがこれによって起きるんではないかというふうに大変期待をしております。愛知県の豊橋技術科学大学発のベンチャー企業は、家畜の糞尿や生ごみを使ったバイオマス発電の事業を行っています。拠点は豊橋ですが、交通の便がいい名古屋にも拠点を持つことで、より多くの情報を得ていきたいとしています。まあ、いろんな人と協力しながら協業していくということで、まあ、自分たちの付加価値も上がるし、地域の社会貢献にもつながるみたいなところまでをつなげていきたいな。新たなビジネスの創出を目指すこうしたスタートアップ企業のほかに、ステーション AI に参加しているのはおよそ200社の老舗企業です。パートナー企業としてスタートアップと協業し、新たな技術革新が起きることを狙います。一宮市が本店の繊維専門商社モリリン、360年以上の歴史を持つ老舗です。パートナー企業として参加した狙いは、スタートアップ企業さんといろいろ話してみたんですけど、やはり僕らと考えることとやっぱり違った角度で物事を見られるので、まあ、新しいことがいろいろできるんじゃないかなというので期待してます。1階にあるレストランは一般の人も利用することができます。こちらは肉に自信のあるあのお店が作ったハンバーガー店です。名古屋中区で120年以上前に創業した精肉店杉本の新業態店舗です。おすすめは植物性 100% のパティを使用した大豆ミートのハンバーガー。パートナー企業として入居する肉の杉本が植物肉という新たな領域にチャレンジです。
昨今ですね、その食肉っていう産業が供給が少なくなっている中で、今後どういう対応していくかということで、もう代替としてその大豆というものにちょっと焦点を当てて、大豆ミートというのを開発して。実際に食べた人は、わかんないんですけど大豆だかどうか、美味しいですね。ステーション AI での意見をもとに商品をブラッシュアップしていきたいといいます。ものづくり王国愛知にこうした拠点が作られた狙い、それは老舗企業も新規参入企業も巻き込んだビジネスの化学反応です。この地域でスタートアップを盛り上げていくとですね、既存の産業との融合を図ったときにものすごく大きな効果があるんじゃないかと、最新のテクノロジーだとか最新のプロダクトに地域の方に触れていただきたい。